僕もどちらかというとその五法商人のその戒厳があって、うん、戒厳になっちゃう、うん、その戒厳を持った本尊でなければ、うん、まが潜んでてそういうかえってあの不幸に陥るっていう、そういう今なんか配ってるやつな、これ指紋がで配ってるのか分かんないけどな、あ、学会の本尊も入ってるっていう、ああこれ木の実と、ああ何あんなくだみたいなレベルが落ちたなと思って見てるけど、あんなにやったら見えたんだよ、まあまあいいんじゃないですか、聞きましょう、それ何が聞きたいか、でその五法師商人でなければならないっていう、そういうで別にいいんじゃねえかっていう、いやそれは違うんだよ、それは違うと思いますよ、やっぱりね、その唯一一人っていう世界はですね、新人の方で守らないと思う、ってことは今の五法師商人もやっぱ、いやだから結局創価学会によっていろんな方法が出ましたよ、はい、その方法が出た時の新田商人の言葉がありますよ、いろんな言葉、はい、それの言葉に対して我々はその通りだと受け止めた、うん、ところが安倍さんは違ったわけですよ、だから俺聞きたいこと20分ぐらいやったらすぐなんだよ、だからみんなの前でこうなんだって言ったところで僕は信じられないな、この言葉はそういうのは何ですかと聞きたいだけの話、そういうような人にじゃあ日蓮が魂言ったらおかしいけども、何ですか、まともな水が流れるかどうかですよ、と俺は思ってるんだよ、源に濁れば流れ清かれて、そうそれあるけど、それ大神様の言葉だからね、大神様の言葉だからね、だから大神様の言葉、言われてる言葉をそのまま受け止めることが大事かなとは思うけどね、もちろんそんな感じそれが一番大事ですよ、だけどその歴代の御法師はやっぱりね、どんなこともあろうが尊敬してくださいってやっぱり御法師になるじゃないですか、そこをベースにものを考えてる、そうそう、代々の商人ことごとく日蓮になると思うんですけど、それは書いてありますよ、ね、だけど素直にそこを信じればいいと思うんですよ、だけどですよ、日曜ですよ、うん、これは水だ、うん、ね、うん、水が出されてさ、うん、水じゃなかったらどうします、ね、そんな抽象論言われても困っちゃうね、そういうふうな抽象論じゃなくて、そういうような言葉としてですね、実際にはあったわけですよ、安倍さんの言葉で、だけどそこはね、ご住職ね、当時の少女だからね、あなたと俺とは例えばこんな話してもね、うん、所詮は水かけるんですよ、安倍さんを信じられるか信じられないかの違いです、信じなかった場合だから本尊どうなるかって話ですよ、それ以降の、それ以降じゃなくて関係ないですよ、関係なかったらじゃあもうご本尊も関係ないって言ってると等しいじゃないですか、そんなことないですよ、じゃあどんなご本尊が信じれて、どんな本尊が信じれて、物じゃないですよ、じゃあ何、空間を奪うとか違うですよ、大聖人様がおしたためになったご本尊あるでしょ、それは直筆のご本尊が拝んでるわけないでしょ、直筆のご本尊とかそんな次元じゃないですよ、じゃあ何、お真ん中の格好だけしてればいいってことですか、そういうこと言ってんじゃない、じゃああったらはっきり教えてくださいよ、いい、まず大聖人のご神筆ご本尊様はそれはまあいいよね、まあ、あなたの言いたいことはわからないではない、わからないではない、曖昧すぎるからですよ、曖昧しょうがないよ、なんでですか、結局しょうがない、迷っちゃったからですよ、なんで迷う、本尊を迷っちゃったらもうダメでしょ、諸宗は本尊に惑えりって本尊に惑ってるんですよ、じゃあどういうだ、こういう御門ね、この末法、ま、人未来際まで至るまで世が存実がごとく、日光が着々不法の相関図を持って、商人を持って相関図を仰ぐべきものないって、うん、末代永劫に日蓮が存実がごとくその歴代発想を仰ぎなさいと、そこを迷っちゃったから本尊に迷っちゃった、いや迷ったですよ、それは違う、あなた、それは例えばね、先のね、日見商人の話の時の、ね、例えばね、うん、安倍さんに一生懸命使えてる人間がね、うん、やめてる人間ゴロゴロいるんだよ、そんなこと言ったら大将の時代だってそうですよ、だからさ、それはなんで、にもそういだからですよ、それはご住職の主観です、だから主観もちろん当然、うん、でその通り、それでは俺の考え方ですよ、ですよね、だから俺だってついていけないよ、そしたら、うん、それは自由ですけど、俺はだから新田商人にはついてこれだ、うん、それも自由、うん、だけど当時大商人にはつけたけど日光商人にはつけないってちゃんと同じ論法ですよ、それ日光商人があまりにもきつすぎて、また違うんじゃない、いやいいんじゃないですよ、
結局同じ根底の命は同じだって定義は。要はこの言葉を素直に読めないんですよ。大々の商人ことごとく日蓮なりと申すここなりだけどねって、だけどねって画剣を挟んでるじゃないですか。その通り読めばいいんです。日光商人の腰なの。そしてまだあるここにもね、存日がごとく日蓮が着々日光は着々不合の商人をもって相関図と仰げって言ってんだから、そこに差し挟まなきゃいいじゃないですか。挟んでるのが主観でしょ。でもけどあなたは俺に何を言ってきたの。だから彼はそれをずっと聞いてて、どっちが正論かってことで納得した方に作ってるんです。もしご住職の正論で本尊の実にも正しいということであればそうしない。だから俺はね、安倍さんがまともな俺がね質問してね、うん、まともなことをね面と向かって答えてくれたら俺信仰するよ。そんなね思い上がる話ないでしょ。思い上がるも何もないですよ。何を思い上がるの。なんでわざわざねこの僧侶一人にね、ご隠遁が二十項目の昇進会の人はね、うん、みんなそれ持ってると思うよ。だけどもそんなことは何もそういだからですよ。そんなことはね、そんなことはシャクソン、そんなことはシャクソンだって二項総理ですよ。同じことでしょ。状況によって変わるんです、すべて。だから御所にもあるじゃない、あの遺言の前言を取るか後言を取るか、すべてそうなってるんです仕組みは。とりあえずね、とりあえず末法は大商人が1万年の間経度するんですよ。1万年って決まってんの。